今年三冠するチャンスがありますし、初の東海3連覇のチャンスもあって、逆にチャレンジャーの気持ちで臨んでいますし、どんな展開になっても諦めないかっこいいプレーを、泥臭いプレーが自分らしいので、それを後輩に残してくれたらいいなと思います。あとバスケを楽しんでやることですね。まあ、4年生4人でよくご飯行ったりしてて、絶対勝とうなっていう気持ちがあるんで、で自分たちが引っ張って、まあ、優勝できたらいいなと思います。個人としてはもう最後の年で、もう悔いのないように、まあ、不完全燃焼で終わりたくないなって、完全燃焼で終われればいいかなと思います。やっぱりその一つ一つのプレーを大事にしながらやっていけば勝利のチャンスはあると思うので、絶対、まあ、当たったら次は決勝で勝ちたいですね。はい、悔いのないように、今まで自分がこの青山学院大学で培ってきたものを完全燃焼できるように、気持ちよく終われたらいいと思います。ずっと二人で頑張ってきたんで、なんていうんですかね、まあ、精神的な面で、まあ、不安がまあ多くて、自分が引っ張っていかないといけないなっていう思いが強くて、また一人一人が真剣にやるってぶつぶせってぶつかれって、ちゃんと結構多分インカレは一番ポジションもすることあると思うので、まあ、そこではしっかりゲームをコントロールしながら自分も点取って周りも生かしてっていうプレーをしていきたいなと。インカレで東海に一泡吹かせるっていうのが目標で、そうですね、1試合20点は取りたいと思ってます。今までは佐々木先生が言ったことに対して本当にそれに忠実に行おうっていうチームだったんですけども、本当今年からは学生主体で自分たちで考えてプレーしようってことになって、話して話してこういうこともっとできるよねって、学生たちで相手が出てきたって部分では少し変わったのかなと思います。もう本当に集大成なんで、もう自分のためだけじゃなくて、本当に下級生のためだったり、今までお世話になった方たち、両親のためにプレーしたいと思いますし、本当に日本一という目標は小学校からバスケット始まってから追い求めてきたものなんで、同じ学生相手なんで不可能ではないと思うんで、絶対に日本一を目指したいと思ってます。まあでも降りてても我慢してやればいいかと思ってました。無理にやったら今後も私生活に影響出るぐらいもうぐちょぐちょになっちゃうって言われて、それでもやめた方がいいって思ったら、そっかかってきて、八谷も得点王になったし、エリマンもリバウンド王で、もう普通にやって本当にいいチームに全然通用するチームだと思ってるので、ちゃんと個々の力を出したりすれば全然勝っていけると思うので、そこはもう期待しかないです。やっぱり本当にインカレ戦いたかったので、ベンチには入れるのでベンチから一緒に戦う気持ちで挑んでいきたいです。まあ、悔しさと、まあ、後悔しか残らなくて本当に辛かったんですけど、まあ、最後の本当にインカレなんで、そこは本当にここでもまた悔い残してしまったら、もうやっぱり自分たちがこの1年間やってきたことが本当に無駄になると思う。悔いっていうのはやっぱ残さないようにしっかりチーム全体を引っ張って、最後いい形で終われたらなと思います。2年生ぐらいの時から大東とやって、で4年生がやっぱ負けて、やっぱそこで引退ってなった時に、その4年生と、まあ、もうちょっと長くやりたかったなっていうふうに思ったのはちょっと、何年か経った後にやっぱりあの最後のインカレで話しとけばよかったな、こうしとけばよかったなっていう風に思わないように、もう緊張とかもうそういうのなしで、もう
失敗してもいいから、どんどん積極的にプレーでやっていこうかなっていうふうには思ってます。はい。自分が2年生の時ですかね、仙台大とやって、まあ、ポロって負けちゃったんですけど、まあ、それが今も忘れてないですね。思い出っていうか忘れられないですね、あれは。そうね、自分がまあ練習場だったら、まあ、先頭来て声出したりとか、やってやるぞしかないですね、気持ちが。まあ、目標はベスト4なので、その目標を達成できるように調整しっかりして、でオールジャパンでプロ倒して終わりたいですね、気持ちよく。うまいチームというよりは精神的に強いチームにしていきたいと思います。やっぱり僕上手じゃないので、やっぱりもう気持ちというか気合というか、まあ、それだけあればこれだけできるっていうのをやっぱ背中で示せたらいいです。まあ、どっちもあの2回戦で1秒台に負けてしまって、まあ、今年はその壁をこのオールジャパンまで抜けて、体も大きいわけじゃないし、突出したスキルを持った選手がいるわけでもないので、全員がしっかり動いてチームバスケットができるように取り組んでいきたいです。まあ、一生懸命やる姿っていうのは大切だと思うので、まあ、そういうところを試合でも後輩たちに伝えられたらいいなと思ってます。勝たないと楽しくないんで、勝てるように頑張ります。自分結構インカレあんまりいい思い出ないので、過去の自分を超えたいというのはちょっと少しあるのと、まあ、チームとしてもそうだし、個人としてもやっぱり毎回ベスト8をかけるというか、その一歩壁を越えないので、まあ、そこをしっかり超えたいと、目標は日本一ということで、もやっぱり目の前の相手一つ一つにやっぱり全力で自分たちのバスケットを貫いて、まあ、学生バスケットこれが最後なので、この仲間と先生とコーチと全員、まあ、B チームのみんなとやっぱり勝って恩返しができるように、まあ、自分のプレー、チームのプレーをやっていきたいと思います。全然戦える部分はたくさんあったんで、一番強い負けをしたいな。スクーバーを送って、コーに入って、その次のカップファイナルまでしっかりやって、インカレはとリーグは全然別やし、リーグで良くてもインカレで全然あかん時もあるし、一番最後のみんなが気持ちかけてくるところなんで、すごい大事な大会かなと思います。今までバスケットしかやってこなかった人生やったんで、まあ、小学校からバスケットやってきて、まあ、学生バスケは一つの区切りじゃないですか。もう技術とかは置いといて、やっぱりもう全力でアグレッシブにやることが、まあ、今までやってきたバスケットスタイルやと思うんで、まあ、それをどう貫くかとか、後輩たちにこういう姿を残せるかが、やっぱり4年生としての最後のけじめやと思うし、まあ、後輩たちがどう思ってくれるか分かんないですけど、まあ、後輩たちの記憶に残るようにやっていけばなと思います。